年長の子たちは何か含みのある表情をしてたが、あのくらいの子供は思ったより鋭いし、考えているんだよな。普段ののどかからはなかなか想像できないよな。ただ素ののどかはとても優しい女の子だ。そのためにもまずは部隊の信頼できる仲間に孤児院の子供たちを紹介して、そこからのどかに対する距離を縮めていけば。あれ、寝ちゃってるんでしょうか。だったら、えい。うわっ、なんだ。おはようございます。気持ちよくっても寝ちゃダメですよ。ほら見てください、私はもうこんなに魚を釣りましたよ。ウーマさん、あれ、いつの間にそんなに釣ったんだ。さっきまで全然釣れてなかったはずなのに。私が釣っているのに気づかないくらい熟睡してたんですか。これじゃあみんなに顔向けできないですよ。そうか、頑張ったのどかにはご褒美をあげないとな。わあ、何するんですか、フーマさん。俺は考え事をしていただけで寝てなかったからな。やられた分をやり返さないと。あ、爪だ。もう全然ご褒美じゃないですよ。え？の、やるな。でもこれでどうだ。こうなったら足を解禁してやる。そんなめちゃくちゃに水を跳ね飛ばしたら、もう服びしょびしょになっちゃいます。ぐっしょりですよ。のどかだって俺に負けないくらいびちょびちょだぞ。そして隙ありだ。そうくるだろうと思ってました。それそれ。冷たいですね、風魔さん。目はもう覚めましたか。えい。うわ、だから寝てなかったっての。そんなこと言うのどかにはこうだ。
本当ののどかを見せられる相手が増えるといいな。魚はちゃんと釣ったから大丈夫だぞ。ほら、そろそろ夕ご飯の準備しないとな。うん？どうして二人とも水浴びしてたのにお顔が赤いの？運動したからかな。そうですよね、風魔さん。私はみんなのお姉さんなのに。失敗です。